どうも、ソシです。今日のレッスンは辞書フォームです。辞書フォームはいろいろなストラクチャーに使います。例えば辞書フォームことができます。それから趣味は辞書フォームことなどです。辞書フォームは手フォーム、内フォームより簡単だと思います。このビデオを見れば辞書フォームが分かるようになりますから、最後まで見てください。それから最近オンラインスクールを作りました。レッスンに興味のある人は概要欄にウェブサイトのリンクがありますから、ぜひチェックしてください。一緒に日本語を勉強しましょう。ではレッスン始めましょう。まず動詞バーブにはグループが3つあります。グループ1、グループ2、グループ3。グループ1はますの前の音がい。例えば会います、書きます、話します。グループにはますの前の音がえ。例えば食べます、開けます、閉めます。そしてグループ3はしますと来ます。この2つだけ。動詞バーブのグループは大丈夫ですね。それではフォームチェンジです。まずはグループ2、なんなんえます。グループにはますがるになります。食べます、食べる、開けます、開ける、閉めます、閉める。ますがるになります。次にグループ3、しますと来ます。この2つだけ。フォームチェンジはします、する、来ます、来る、これだけです。最後にグループ1、なんなんます。グループ1はますの前のいがうになります。例えば会います、会う、書きます、書く、話します、話す。いいですか？話するじゃありませんよ。気をつけてください。はい、フォームチェンジ以上です。エクセプションやスペシャルがありませんから、ちゃんと覚えたら簡単だと思います。それではフォームチェンジの練習です。まずはグループ2、食べます、食べる、寝ます、寝る、集めます、集める、捨てます、捨てる、変えます、変える、覚えます、覚える、忘れます、忘れる。次にグループ3、勉強します、勉強する、心配します、心配する、来ます、来る、持ってきます、持ってくる。最後にグループ1、歌います、歌う、
引きます、引く。泳ぎます、泳ぐ。なくします、なくす。立ちます、立つ。呼びます、呼ぶ。飲みます、飲む。入ります、入る。フォームチェンジ OK です。これで皆さんも辞書フォームが分かるようになりました。辞書に載っている動詞バーブはなんなんますじゃありません。この辞書フォームです。辞書に載っているから辞書フォーム。私はああちょっと面白いなと思いました。今日のレッスンは以上です。このビデオが良かったら LIKE、 それからサブスクライブお願いします。一緒に日本語を勉強しましょう。それではまた、さよなら。